硬い。だいたいさ、シングル一人でもだいたい20分ぐらい撮ってるかな。それがね、2時間半引っ張る。見えなくなっちゃって、あれどこ行っちゃったんだろう。フランキーのダブルライン見えたら出ていくの。締めようや何しようか。ほんで2時間半引っ張り回されて、ほんでやっとこさ、よし今度で決めてやっと。フォワードがさ、心配してそばに来てくれたの。そばにいるから、よしここで取ってギャグ打っても大丈夫か、勝負にかかったもん。で、最後に行ったらそれバギーって綺麗に折れるで。折れる折れる。ピンノールは折れへん。違う、ピンノールええじゃん。ロッドはね、ピンノールとね、それもあの、使うて20年とかそうなっちゃう。こう、去年、その年こうたのか。新しいやついいのよ。黒とシルバーで統一して、ほで、リールもね、リールが剣末だからね。リールも、そう、剣末の、ほで、ブルーウォーターで使ってる特注のハンドルもシルバーのやつ。いや、かっこいいのよ。俺、欲しかった。俺、欲しかったよ。この中の剣末一番俺が古い。そうだね。俺が一番古い。剣末一個もないから。俺、これ。そうだよね。剣松浦。突き刺すだけじゃなしに切るから。そう。あいつは刀。切り裂いた。内側で切るでしょ。傷口がでかいのよ。だから、こんな大きいねえな。そうそう。早めに勝負せえな。そう、ちょっと緩んだ時に振ったんだけど。シーラ食った時に、バッてやったら。じゃあ、長さんのはブルブルってやる。一番下だけ。俺はね、エンドフリー。あ、一緒一緒。下だけブルブル。俺、仕上げたのは長さんのやってからな、フック率上がったの。いや、だってね、ブラブラしてる方がビルにこう、カスッと引っかかりそうじゃない。上は固定、下はブルー。あー、一緒一緒。俺、調査の言うとおりは、かかってんの上の方が多かったね、固定に。話が違うんですよ。俺の話、いたんじゃん。で、上にかかってた。上にかかってた。この人がさ、去年、バラしまくった。シングルで。あ、シングルで。で、やめろって。やめろって。俺にも言うとだ、シングルで。そうだ、でもやめろ、やめろ。だって、この地元の U の、この人がダブル2本だけ取る。うち全部その流し。だって赤間さん、こんな流し。やっぱやってんだよ。やってる、みんな。だってね、去年までそんなことしなかったの。もう、どれも3本なんかあれ。目玉親父とこ、どれも目玉親父ね。あれとばっかりだったもんね。去年目玉親父、あれとだもん。目玉親父ね。あの、サバからね。フレークのでかいやつ。そうそうそう。ね。そうそう、吉岡さんが悩んで、何使ってんのって聞かれたんだよね。結局、みんな一緒に使うから、見ないでしょ。そうそう、一緒に。あ、そうだったよね。そうそう。それを聞いてから、そうそう。Don't